もうすぐ七夕、恋の願いが叶うといいですね。あれで恋が叶うの？まあおまじないみたいなもんやけどな。へえ、私も書いてみようっと。じゃあまず明日告白されますようにと。明日？急すぎやろ。次、その人は優しくて素敵ですぐ両思いになりますように。欲張りすぎでは。自転車で二人乗りして海にデートに行きますように。最高に幸せな時間を過ごしますように。妄想が始まっちゃったな。ある時ライバルが現れて彼を奪おうとします。でも彼は俺は桜が好きだとクラス全員の前で言ってくれます。どうしよう、これ長なりそうやな。学園ドラマ飲みすぎですね。だが二人の試練はここからでした。ウサギと人間、種族が違う私たち、二人の間には大きな壁があり結ばれない運命だと言われ。それでも私は叫びます。どうかあと一日一緒にさせてください。どこまで行くんですかね。さあ小説でも出すんちゃう。 Just the way you are。 これはいろんな生き方をボサボサっと選び始めたアニマルたちの物語。ボサボサ動物、ボサニマル。